山本修五郎作夏草記慶長5年1600年6月のある日の暮れ方に岩城の国白川郡の東を走る三峡の険しい道を越えてきた一帯、124人の見知らぬ武者たちが竹置という小さな谷合の部落へ入って やえをした彼らは馬印も立てず肌差し物も掲げていなかったみんな頭から灰をかぶったように埃まみれで誰の顔にも汗の筋が塩になって乾いていた疲れきっていると見えて無駄口を聞く者も,もなく部落へ入るなりパタパタと 地面へ体を投げ出す者が多かった。武将は32歳になる目の鋭い小柄で精悍そうな体つきの男だったが村へ着くとすぐ2人の副将を連れて村長の家を訪れた。そしてそこを宿所に決め各隊の番頭を呼び集めて野営の命令を出した。 大使たちは静粛に列を解いた。甲冑や具足を取り、わらじを脱いで、谷川のほとりや吹き井の周りへ汗を吹きに集まった。そこにもここにも、たくましい裸が行き交い、水音が快く辺りに広がったが、やっぱり無駄な話し声はどこにも起こらなかった。二打を引いてきた。 二十四人の足軽たちは三箇所に分かれて兵糧を作り、それを手早く各隊へ配って回った。日没の早い谷会はもうすっかり暮れて、空には星がきらめき出していた。風のない、ムシムシする酔いだった。蚊の群れが八方から寄ってくる中で、武者たちは笑い声も立てず、 挙動を使った。ようすするにも音を忍ばせるし、隣の者と話をするのも声を潜めた。澄んだものは腰びょうを分けるから2台集まれ。そう、伝えて回る。スいイ版の声もどこかしら？押さえつけたように引っかった。そしてすっかり終わると彼らは黙々として。 鎧や具足をつけ新しいわらじを取り出して履いた渋滞はひなわをかけやたいは差し出したばかりの鞘を跳ねたこうして今にも合戦を始めそうな支度をしてから初めて彼らは思い思いの場所で横になったこの間に十人の兵が 部落の周りへ立場のために出て行きまた副将の一人相良官兵衛が二十四人の兵を率いて先方隊として夜道へ向かって鎮発していったすべてが険しこい順序と引き締まった沈黙のうちに行われたのでつい隣の村の住民たちでさえこれだけの兵が野営をしているとは。 気づかずにしまっったた。くらいであった竹置の部落はひっそりと夜を迎えた平常と少しも変わらない静かな夜だった露を結び始めた草むらの底国から湧き上がってくるように虫の音がさえ 落ちこちの森でなくフクロウの声が気味の悪いほどはっきりと谷にこだました。しかし時刻はまだそれほど遅くはなかった。かなり老けたと思われるのに谷合いの下の方で十字を打つ寺の鐘が聞こえてきた。そしてその余韻が静かに尾を引いて消えてしまうと 村兎の家からそっと武将が出てきた。後ろは残った副将の一人が、ガンドウ提灯を持ってついていた。今日は偉かったと見えて、みんなよく眠っているな。あちらに一段、こちらに一段とぐっすり眠っている兵たちを見回りながら、武将は低い声で、 そうつぶやいた。あの峠で精を出し切りました副将は時々岩道提灯で寝ている兵たちを照らし出した二打がどうかと案じましたが今日の峠越えがあれで済めばあとは大丈夫でしょう武将はひどい刀と言いつつ腰したみの道を拾うようにして ブラクの東の端の方まで出て行った。立場の紹介は厳しく守られていた。彼らは二人が近づいて行くと、木陰の闇から鋭く追加した。闇の中で持っている銃の火縄がちらちらと動いた。武将はその一人一人にねぎらいの言葉をかけた。 眠いのにご苦労だな。知っての通り、我々は狙われている。立番の役は、全大使の命を預かっているのも同様だ。起きを忘れず、しっかり守ってくれ。その方、起きの条目を知っているだろうな。副将がそばから言った。覚えておる通り、申してみ。は、立番を仰せつけられたる者は、 暗がりの中で、万氏は形を正しながら、低いけれど、力のこもった調子で答えた。許しなくして、その持ち場を動くべからず、万一、その起き手に触れたるものは、死災を問わず、死罪たるべきこと。よし。死災を問わずということを忘れるな。頼むぞ。そして、二人はまた、 他の方へと回っていった立場の者に会うごとに同じ問答が繰り返されたがそれはいかにもこの一帯の危険なことを示しているものだったこうして2人が部落の南のはずれへ回っていった時である狭い桑畑の続く闇の彼方で「待て誰だ動く というスイカの声が聞こえ、パタパタと人の走る足音がした。なんだ、武将が足を止めた。野衆でしょうか。後ろにいた副将がそう言いながら前へ出た。しかし物音はそれっきり耐えて、今度は何やら訴えるような若い女の声がかすかに聞こえてきた。 ちょっと見てはいます。そう言って副将が走っていった武将は道の上にじっと耳を澄ましていた身の回りは虫の音でいっぱいだった寝取りでも立つのであろう左側の草林の奥で時折バタバタと翼の音がするほか辺りはひっそりと 夜のしじまに包まれていたまもなく復唱が戻ってきた彼は肩と腰に包み物を結びつけた農家風の若い娘を一人ともなっていたお肌頭にお会いしたいと申しますので飯連れてまいりました俺に会いたい何者だ私は初と申します 娘はまだ震えの止まらぬ声で言った3日前に田倉の財でご家来のお世話になりましたのでそれと少しお頼み申したいことがございましたのでお前一人なのか連れはないのかはいという娘の様子を見て敵の探索ではないと認めたのであろう武将はうなずいてでは こちらへ参れと言って、宿所の方へ戻っていった。2、かなり疲れてもいるし、空腹でもあるようだったので、宿所へ連れて戻るとすぐに汗を拭わせ、また家の者に命じて食事をさせた。彼女は 舞のはっきりした目の大きな顔立ちで体は成熟しかかっていいのに人を見る表情はまだまるで少女らしいその年頃の娘によく見かける様子の娘だった言葉に鉛があるので尋ねると陸前の国柴田の生まれでこれからそこへ帰る途中だということだったそれで どうしてここまで訪ねてきたのか。食事が済んでから、飼い主の毛振りの揺らめく箸鹿に座って、武将は静かに娘の話を促した。ハツは丸い膝の上にきちんと手を揃え、つつましく目を伏せて語りだした。年の割にしては、気性のしっかりした生まれつきと見え、 無駄の少ない容量を得た話しぶりであった。彼女は下野国大田原の朝商人をしている叔父の家に3年前から手伝い奉公をしていたそれがこの夏の初め頃上杉景勝と徳川家康との間に戦が始まるという噂が広まりいよいよ危ない様子に見えるので 故郷の柴田から父親が心配して迎えに来た。おじも帰った方がよいというのですぐに支度をして父と一緒に出立したが、その時はもう白川口は通行が難しくなっていたから岩木を回って行くつもりで棚倉へ差し掛かった。折屋しく夜道になってしまい宿を探しているところへ、 いきなり、不老ののぶしたちが出てきて、親子を取り囲んだ。私を、かばおうとした父は、すぐに打ち倒されてしまいました。娘は、その時の恐怖を思い返すように、肩をすくめながら言った。私、もうダメだと存じました。一人の手が、 肩へかかったとき、舌を噛み切ろうといたしました。そのとき、ご家来の方が、気合わせて、助けてくだすったのです。父は、頭と背中に、ひどいけがをしておりました。ご家来の方は、その手当てをしてくださいました上、なお、お持ちになっていたお薬を、置いていってくださいましたが、 父は年もとっていますし体も弱っていましたためかその夜明け近くに儚なくなってしまいました娘は朝になるのを待って付近の農家の者に助力を頼んだ人々はすぐに集まってきてくれた寺から僧も来たそして見知らぬ土地とは思えない 心のこもった旅が行われて、父親は一辺の骨となった。あの包みが、父の遺骨でございます。ハツはそっと目頭を押さえながら続けた。その村の人たちは、しっきりに引き止めてくれましたけれど、私は一日も早く、 故郷へ帰りたいと存じまして、振り切るようにして、立ってきたのでございます。それはまことに、気の毒なことだ。武将は痛ましそうに、何度もうなずいた。しかし、故郷へ帰るのに、どうしてこんなところまで追ってきたのか。はい、それは。 言いかけて娘は、しばらく口ごもる様子だったが、すぐ思い切ったという調子で。それはあの、助けていただいたご家来の方にお会い申して、その時のお礼やら、父の最後の模様をお話申し上げたいと存じました。そしてその上で、もしお許しが叶いましたなら、鬼田の後に、 ついて行かせていただけますよう、お願い申したいと存じまして。陸前までの道は遠く、まして、この騒ぎの中を、娘一人の旅は、無謀というより他にない。兵たちと一緒なら大丈夫、と考えた気持ちは、最もであるし、身の上の哀れさは、強く武将の心を動かした。けれども、 こちらの事情はもっと厳しく、危険はさらに大きい。到底、娘の足などで、ついて行ける、道すがらではないのである。その時の大使の名は、知っておるのかはい。店、シンクロー様と伺いました。おう、店か。思い当たると見えて、武将は振り返った。 ちょっと、店を読んできてくれ。あれはここにはおりません。脇にいた副将が答えた。相良の先方隊に加わって、もう出発いたしました。そうか。と、武将は残念そうに頷いた。娘の初は、不安そうにこちらを見上げていた。今、聞く通りだ。 その者はもうここにはいない。先方体という者に加わって先へ出発してしまった。また、この人数と一緒に行きたいとのことだが、我々は散々ややの謙遜な道を突破しなければならんし、事情は言えぬが、絶えず敵に付け狙われている。いつ不意を襲われて合戦になるかもしれないので、 とても女の足でついてこられるものではない。シンクロには、お前が礼に来たことをよく伝えてやるから。夜が明けたら、菅川へでも降りて、叱るべき人を頼んで故郷へ帰るがよい。理を尽くした武将の言葉に、娘は目を伏せながら、はいと答えた。 けれども、前のあたりには、心の決まった、かっことした、意志の漂白があるように見えた。彼女は静かに立ち、背負ってきた包みの一つを持って戻ると、途中で見つけましたので、求めて参りました。皆様に召し上がっていただこうと存じまして、そう言いながら、包みをほどいた。 中からは、わせの見事な梨が、ころころと転げ出した。それを拾い集める娘の手が、ほのぐらい明かりに、思いがけないほど白く、なまめかしく映し出されて見えた。アクル総長、まだ天地の暗い自分に、この一帯は、 下へ向っってて発しいた。重隊が先頭になりやり隊抜刀隊と続きしんがりには2打12頭という順で彼らは暁の濃い霧を押し分け山合いの険しい道を踏んでこの間隠れに黙々と遠ざかっていった部落の人々は 長いことそれを見送っていたが、やがて思い思いに散ってしまうと、村尾さの家から昨夜の娘が道へと出てきた。すっかりと足ごしらえをして、背中には遺骨の包みを結びつけていた。彼女は傘を上げて、谷の彼方を見やり、ぎゅっと唇を引き締めながら、 しっかりとした足取りで、武者たちの後を追って、歩き始めた。四。戻ってきたシンクロを見ると、さがら勘兵衛が呼び止めて、何の用だった、と聞いた。シンクロは、ありのままを答えた。勘兵衛は、頬骨の張った。 眉の太い、唇をいつもへの字なりに引きぶすんでいる頑固そうな男で、何か気に入らぬことがあると、ぺっぺと唾を吐き散らす癖があった。彼は今もその癖を出しながら、ひどく気に入らぬげに鼻を鳴らした。冗談じゃない。先輩からお前を抜かれてたまるものか。しかし、 それで済んだんだなはい。元のままで良いことになりました。よ、早く弁当を済ませるがいい。今日はこれから吉岡隊と交代だが、道が長いからな。シンクロは自分の場所へ戻って腰病路を開いた。そして彼が麦わら山の影へ座ると間もなく、吉岡隊の戸田玄七という若者が来て、 何気ない様子で、よく晴れるなあ、と空を見上げながら言った。青々と晴れ上がった空を、まぶしそうに目を細めて見上げながら、けれどその目は油断なく、辺りの人の目をうかがっている。行軍にはつらくなろうが、一雨欲しいものだ。こう晴れ続きではたまらない。 シンクロは口の中のものをごくっと飲んで、ほとんど聞き取れぬほどの声で素早く言った。何事もない。そっちはどうだ。何事もない。と、ゲッチも素早く答えた。今日は俺の方が先輩だそうだ。なんだかそろそろ尻尾をつかめそうな気がする。何か、そんな糸口でもあるのかまだ、なんとも言えないが。 そう言って玄七は指をビシッと鳴らした。しかし、とにかく、近いうちにきっと、慎重にやれ。しくじると、それまでだぞ。うんとうなずきながら、玄七がそしらぬ顔で元の方へ去ってゆくと、シンクロは何事もなかったように弁当を続けた。 彼が下がる隊にとどまりたいと主張したのは働く甲斐があるという単純な理由だけではなかった三度目の宿泳地で敵の夜明けを食った時彼はふとある疑いを感じたのであるこの隊が白石へ強行することは隠密で伊達の本隊でも知っているものは少なかったしかも三階の 知られざる感動を行くのだから、よし敵が探り当てたにせよ、かくまで正確に宿営地を襲うことは尋常では不可能なはずだ。もちろんその点は誰しも不信だったろう。けれども敵地の中を先行して行くという事実がそのくらいの抵抗は予想させたから、損害をできるだけ少なくしようと努める他には、 あまり関心を持つ者がなかったのであるシンクロはそうではなかった彼は内通者ということを疑ってみた大使の中に敵へ内通し宿営地の手引きをする者があるのではないか乱世のことで他に例のないことではなしことに大使たちは多くこの付近から北へかけての出身である 上杉寮に深い縁故のある者もいよそう考えてみると敵の野獣の正確さがますます疑わしくなるそこでシンクロはひそかに戸田源七とはかって大使たちを監視し始めた源七は同郷の古い友達で彼より一歳だけ年長だったが自分ではシンクロの人柄に敬服して 刑事していた二人とも無口な性質で向き合っていても話などはろくろくせず口で言うよりも心で語り合うという風だったからこういう場合にはくだくだしい説明なしにピタリと気持ちがあった内通者がいるとすれば船体の中だ少数で先行しながら道を調べ 敵情をを探って本体を導く。つまり全体の行動を決めるのだからその中にいるとみていいだろう二人の意見はそう一致した幸いシンクロはサガ隊にいたしゲンは吉岡隊にいる両者とも交番に船隊を務めるので好都合だどのようなことがあっても 他人に悟られるかたくそう誓い合って、二人はひそかに監視を続けてきたのである。原室は今、そろそろ、尻尾がつかめそうだ、と言った。事実、何か見つけたとすれば、用心の甲斐があったと言うべきだ。シンクロは、ふと目を上げて、蝉しぐれの枠、木々の小杖を見合った。 宮下を発した小谷隊はその夜、三笹という部落で宿営した。滝置では珍しく野衆がなかったので、ことによると敵の追従から逃れたかと思い、また今夜こそ危ないぞという気もした。すると、果たして午前一時頃になって、夜明けだという立場の叫びが聞こえ、 ほとんど同時にごく近いところから敵が銃撃を浴びせてきた。こちらはもう数回の経験で慣れているから全員はすぐ分散してそれぞれ遮蔽物の影へ身を隠したが敵もまたこっちの応戦しないことを見極めていると見え前へ前へと大胆に進みながら打ちかけた。一番接近した者は ひなわを吹くありさまさえ見えたほどである。よく、吐きもせず打ち上がる。奴らは打てるだけ打って、早くにを軽く従っているんだぜ。鉄砲だけ打っても突っ込んでこないところを見ると、奴らの刀は錆びついているに違いない。上すぎでなくって、打ちすぎと名を変えるがいい。ペちくしゃ。 俺のをかすりやがった。そんなささやきがあちらこちらに聞こえた。シンクローは古いカシノ木の幹にぴったり身を寄せかけ、敵の様子と辺りに潜んでいる味方の者たちとじっと見守っていた。今この瞬間にも敵へ何か合図をしているものがあるかもしれないと思ったからだ。銃弾はしばしば、 カシノキを打った。そして、バラバラと樹皮を跳ね飛ばしたり、幹をえぐって、後ろにいるシンクロの方をかすめたりした。こりゃ、たまげたな。すぐ右側の大秘の山の陰で、妙な声を上げるものがあった。この騒ぎの中で、俺のほっぺたをかがくった。よっぽど。 数えていたんだな。それを聞いて、周りにいた四五人のくすくす笑う声がした。シンクローも思わず苦笑した。矢口竹左衛門という男で、とんでもない時に突拍子もないことを言って、よく人を笑わせる。黒川財の宋家の出だそうだが、合戦になると大胆不敵な戦いぶりで、 いつも抜きん出た手柄を立てる若者だったその頃から銃声が左へ移り出したはじめてきは正面と右翼へ必死と打ちかけていたのだがようやく左へ左へと移り出し時折どっと誘いの時をあげた一度は潜んでいる松林の中から1四五人ばかり 飛び出しして記載した。銃火の閃光でその姿を見つけた味方の兵たちは抑えようのない闘志をそそられたと見えて一斉にうめき声を上げた出てはいけない動くなそういう戒めの叱咤がなかったらおそらく彼らは切って出たことだろう敵の様子は明らかにその木を誘うもののようだった その夜の損害は大きかった。兵8名と足軽3名が打ち死にし、他に負傷者が10名ほどあった。夜明けの爽やかな光の中で死者をダビにする煙がゆらゆらと立ち上がるのを見返りながら、しかし長くは名残を惜しむいとまもなく、彼らはまた黙々と 北へ向かって出発した、3. 小谷弥平は伊達政宗の家臣で侍大将を務めていた松川菱の指物とさえ言えば名の通るものの筆とに先駆けを戦うのに 校舎だったその年6月徳川家康が会津政党の号令を出すと伊達政宗はすぐに兵をまとめて帰国の途に就いたそして下野の国へ入ると間もなく小谷野兵に特別の任務を授け150人の大使をつけて先行を命じたのである 特別の任務とは、感動を強行して、敵の白石城へ迫り、本軍攻撃の足場を確保することだった。日立の定家も、岩城の岩城定高も敵である。合図は元より上杉の本領だから、白石へ強行するには、阿武隈山系の教官の剣路を行かなければならなかった。 野兵は副将として、吉岡古六、相良勘兵衛の二人を決め、兵糧、弾薬を十五打の馬に積んで出発した。吉岡古六は、岩木の国、相馬の生まれであり、相良勘兵衛は、岩城の田村の庄の出である。それで二人は交互に、先方隊となって、道すがらの案内に立ちつつ、 白川の旧跡のあたりから参道へと分け入ったのであった季節は夏道は喧騒を極めたその上夜になって宿営するとどこから忍び寄ってくるのか不意に敵の銃撃を受けたこれは全く思いがけぬことで大使たちは一時 かなり混乱したが、野兵は即座に、応戦してはならぬ、と、厳しく命令を出した。各隊は分散して防い、切り込んできたら、一つ積んで撃つ。そうでなければ、一段も、応射してはならんぞ。混乱しかけた兵は、すぐに静まった。野襲は激しかった。大がかりなものではなかったが、 誘い出そうとする先方があからさまだった。第一夜には兵を五人と馬を一頭やられた。次の止まりは無事だったが、第三夜にはまた兵四人と二打を一頭失った。どうして山あいの感動をゆくこの小谷隊を敵がかぎ出すのかわからなかった。彼らはまるで見てでもいるように、 正確に宿営地へ襲ってきては、わずかながら、必ずいくらかの損害を与えるのだ。彼らがどうして、こっちの行動を探知するか、それがわからぬ限り、防ぐ方法は一つしかない。つまり、どこまでも警戒を原理し、損害をできる限り少なくすることだ。野兵は、 立場の情を厳しくした。現婚の立証にあたるもので、許しなくして、持ち場を離れたる者は、理由の遺憾にかかわらず、死罪たること、そういう規律を固く申し渡したのである。暑熱と剣路を犯して強行する兵士たちは、宿営地へ着くと、もうヘトヘトだった。 その疲労しきった体で、なお立場に立つのは、刀を交えて戦うよりも苦しく辛い。けれども、それは文字通り、全大使の生命を預かる役目なのだ。ほんの一瞬の油断が、どのような損害を招くかもしれない。情に背く者は死罪。という起きては、 決して厳しすぎはしなかったのだ竹沖を出立した小谷隊は染川の上流にあたる渓谷を渡っていった弥平は道が高くなっているところへ来るたびに伸び上がって後ろを見返り見返りしたやっぱりついてくるある時は 黒ずむほどの小立ちに覆われた急な坂を。ある時は、身の丈を抜く夏草に挟まれた蒸されるような誇り立つ道を。また、木も草もなく、ギラギラと日光の直下に照りつける岩地を。夕べの初というあの娘が、懸命にこの鯛の後を追ってくるのが見える。列の中へ、 入れてやろうか弥平は何度もそう思ったまた二打のせい乗せていってやろうかともけれどこの隊の目的の重大さを思うとそれは不可能だった道の具合で時々娘の姿がしばらく見えないことがあるすると弥平はホッとしてああ やっと諦めたなと思うのだがまもなく娘はまた現れる背に遺骨の包みをゆいつけ少し前かがみになって草林の中から崖の角からトボトボとぼとぼとしかし懸命に追ってくるのが見えるのだった岩城漁の宮下という部落で 先に来ていた相良勘兵衛の先帯と合詞、そこで弁当を使った。市販時の足休めである。大きな方の木の下で腰病楼を開きながら、野兵は使い晩をやって、店シンクロを呼ばせた。シンクロはすぐに来た。二十四五になる背丈の高い体で、 お長ながの目の澄んだ、おとなしそうな、顔つきの若者だった。おもしれえございますかと言って、彼が面前へ立ったとき、小谷野平は、うんとうなずいたなり、言葉に詰まった。田中での出来事を聞こうと思って呼んだのだが、今ら彼に聞くことはないと、また、 初という娘のことを話したところで、若者の心をいたずらに騒がせるだけである。つまり、呼んでみても仕方がなかったのだ。伊勢ンクロでございますが、何かご用ですかうん。その方、今日から俺の下へつかぬか。相良は俺からそう申してやるが。 手元で使ってみたいと、ふと思いついたので、そう言った。シンクロは、気厳そうに目を見張っていたが。ありがとうございますが、できることなら、このまま、船体に置いていただきたいと存じます。俺の下では、窮屈とでも思うのかさようなことではございません。ただ、船体におります方が、私には、 働きがいがあるように思いますので戦隊は道を調べ敵の状況を探りつつ本体を導くのが役目だった骨も折れるがそれだけやりがいもあるシンクロがそこから離れたがらないのも無理ではないだろうもともとその場の思いつきで言ったことだから弥平はそれでもと 押しつける気はなかった。では、いいから、今のまましっかりやれ。と言い、シンクローの去っていく後ろ姿を見送りながら、いい若者だな、とつぶやいた。真面目な、汚れのない顔つきだし、口の重そうないかにも北国人らしい、 厚みのある人柄が温かく印象に残る。初という娘とその父親を救ったことなどは、さして問題ではないけれども、大使の中でも誰一人知らぬらしいのがゆかしく思えた。ああいうものが、いざという時に目覚ましく働くのだ。白石の合戦には、 目をつけていていやろう。弁当を使いながら弥平は心楽しくそんなことを思い続けるのだった奈良葉の軍と田村の将との境にまたがる大竹山は阿武隈山系の中でも抜きん出て高くその懐には夏井川木戸川 大滝根川などの深い源流渓谷を抱いている三朝から夏井の渓流を渡ってきた小谷隊は2日目の暮れ方に大竹山の両側の高原にある波山という部落について野営をした片方は草林の密生した山の急な斜面だし高原の左は段下がりに低くなって 三春号へ通ずる大腰のあたりまで見通すことができる。眺望が広いので、敵襲に備えるには、屈強の場所だった。珍しく、船体も一緒の陣止まりで、晩には鶏が煮られたり、少しずつではあるが、酒も配られた。山へ入って以来、初めての地層だし、高原の夜の、 思いがけない涼しさも何やら拾い物をしたようでみんな久しぶりに気持ちの浮き立つのが感じられたおいみんな俺たちの後から若い娘がつけてくるの知っているか一人がわずかな量の酒をさも大切らしくなめるようにしてすすりながらそう言い出すとなんだ 貴様知っていたのが目の速いやつだ。というものがあり、俺も知っているぞ。俺も見た、などと、四五人が割れがちにその話を始め、まだ気づかなかったものは、なんだなんだと、京ありげに膝を寄せてきた。うふん、と、はじめに話し出した男が気取った席をして、とじはまず、十六か七だろうな。 いいから、だって聞け。丸ぽじゃれ、ふ、うんわりと、綿の花のように軽そうな体つきだ。遠山に霞のかかったような眉。山組の身を二つ重ねたような唇。髪は、ガラスの濡れ入色さ。黙れ、黙れ。さような通俗なものではない。まず、俺の見立てを言えばさ。やっぱり、ガラスの濡れ入色か。 クスクスと押さえつけたような笑い声が起こった冗談は抜きにしてその娘がつけてくるというのは本当か嫌に乗り出してくるな本当だよ足弱の風にも耐えぬという身で山坂いとわず追ってくるんだ一体誰を追ってくるんだ井上門様へのうと言ってなこいつ初期が頭へ来たと見える 今度は、わっと笑い声が高く上がった。しかし、自分たちの声に自分たちで驚き、嫉妬言い合いながら、慌てて肩をすくめたり、口を塞いだりした。一体、どこまで事実なのかと、真面目に問いかけられると、誰も確かだと言えるものはなかった。竹置からここへ来るまでに、そういう娘を、 見かけたことは見かけたが、それが同じものであるか、果たして、小谷隊の後を追ってくるのかどうかは、無論知るよしもない。あぶくものきつねだろう。しまいには、そんなことを言い出すものもあり、やがて話は、他へ移ってしまった。その仲間から、少し離れたところで、藁束の上に寝転んでいたシンクロは、 その話を聞きながら、ふと、記憶のどこかに、そういう娘の面影が潜んでいるように感じた。誰だったろう十六か七の年頃で、自分を追ってくるような娘。なんだか、すぐその顔が思い浮かびそうだった。故郷のものかしらんそれとも、髪型のものかしらん 確かにそういう娘がいそうに思えるのだがそしてその小姉まで聞こえそうなのだがしかし突き詰めて考えると故郷にも髪型にもこんな3階の奥まで自分を追ってくるような娘はいるはずがなかった彼はそっと頭を振りながら若さというものはこんなささいな話にも つまらぬ空想を働かせるものだと思って苦笑したそこへ「涼しい晩だな」と言いながら戸田源七が歩み寄ってきた彼はシンクロと並んでわら束の上仰向きに寝転び両手を頭の下に敷いて深く息をついた 美しく澄み通った星空が手の届きそうなほどにも低く見える。薄い綿雲が二つ三つ流れているばかりでキラキラと輝く群生を遮るものもない。原質は投げ出した足をだるそうに組み直しながら、この間のは思い違いだったとささやいた。それから声を高くして、 こうしていると、故郷を思い出すな、と言った。すると、まるでそれに応えるもののように、少し離れたところから、三座しぐれを歌い出すものがあった。三座しぐれか、茅野のの雨か、音もせできて、という、伊達軍の出陣外陣に歌われる歌である。さすがに声は潜めているが、 三人五人とそれにわすものがあり、やがて暗がりの祖国から虫の根の湧くような合唱になっていった。それはもう外人の歌ではなく、闇がたい望郷の思いだった。敵地をくぐって強行する。張り詰めた時間から解き放たれて、身も心もふるさとの山河へはせ戻る。 一時の栄嘆だった。こんな晩は、これが最後だろうな。シンクロが、静かな調子で言い出した。こういう、美しい星空を見ていると、俺は決まって、思い出す話が一つある。髪型にいた時あった老人から聞いたのだ。老人は元、小田右孔のばっかにいた。 いわば無名の侍だが、長篠の合戦の時、本陣にいて見たことだという。あの時、甲斐の武田勝頼の家来に、ただ心臓というものがいて、敗戦の時、不幸にも織田軍の手に捕らえられ、信長公の本陣へ引かれてきた。とだ、というと、ただ淡路守の,のゆかりのものか。 淡路の神の字なんだそうシンクロは、わらたばの上で、ちょっと身をずらし、星空をじっと見上げながら続けた。信長ナは、淡路の神のこと聞いて、ただならば、同じ美ノの国の出身である。改めて、自分に随心せぬかと言われた。心臓は黙っていた。信長は、 さらに、悪玄太も一度は縄にかかった。戦場では捕虜となることもない試しではない。自分の家来になるなら、食録も望むほどは取らせよう。そう言って、熱心に随心するよう進めた。けれども、やはり心臓は黙っていて答えない。そこで信長は、その縄をほどいてやれと命じた。 警護の死は、命ぜられるままに、心臓の今しめをといた。その時である。そこまで言いかけて、不意にシンクロは身を起こした。向こうから自分の名を呼びながら来るものがあるのだ。ちょっと行ってくる。そう言って、彼は立って行った。呼びに来たのは、使い番だった。 小谷にやへが用事だという。すぐに宿所へ行くと、や平と、吉岡古六が表に出て待っていた。お、あ、ご苦労。と、や平は、シンクロの礼を遮りながら言った。実は、立場の者が、急病で一人かけたのだ。気の毒だが、その代わりに立ってもらいたい。はい、承知いたしました。では すぐ支度をしてこい。支度はできております。そうか。では、これが立番の銃だ。そう言って、野兵は、ひなわのついた銃を渡し、うすまでもあるまいが、立番の掟きを忘れるな。銃には、弾丸一発。敵の夜がけを認めた時の他は、撃ってはならない。いいかはい。ご苦労と。 もう一度行って、弥平は宿所へ入った。シンクロはすぐ、吉岡孤六に案内されて、自分の持ち場へと出かけていった。彼が晩に立ったところは、この高原の部落から大声へ下る裏道の切り通しの上で、松林のあるちょっと広い大地のような場所だった。一人になると、彼は、 ひなわが見えないようにわきへ隠し、細い松の四五本固まっているところを選んで立ちについた。まだ、そう老けてはいないはずなのに、一人になってみると、高原の冷えるやきが身に迫るようにも感じられ、そのためか虫の音も心細げで、なんとはなく晩秋のような気がするのだ。 そういえば今日、ここへ来る途上の崖道で、美しいコケ林道の咲いているのを見た。その時の鮮やかな目に染みるような紫が、シンクロウには今もまざまざと印象に残っている。子供の頃、山へキノコを取りに行くと、よくあれが咲いていた。 そういう回想がなおさら秋の思いをそそるのであろう。シンクロは松の幹にもたれかかって静かに星の瞬く空を見上げるのだった。いっときほども経ったであろうか、部落の方から人の足音が聞こえてきたので彼はすぐ道のそばまで出ていった。足音は ずんずん近づいてくる。彼は銃を持ち直して追加した。武将の見回りだとは思ったが、それが立場の役目なのだ。相手はすぐ、俺だ、と言いながら、こちらへ寄ってきた。相良勘兵衛だった。彼は勘当上鎮を差し向けながら、なんだ、店か。 と言った。「その方今夜が立場に当たるのか?」はい急病人が出ましたそうで代役を仰せつかりましたそれはご苦労だなしっかり頼むぞそう言って官兵衛は行こうとしたがふと何か思い出したというように振り返ったそして珍しく打ち解けた調子でいた その方の勤めぶりは、俺がよく見ている。人のいるところで言えることではないが、折があったら、胃の立つように推挙するつもりだ。白石へ着くまでの辛抱だと思って、もうしばらく頑張ってくれ。わかったな。シンクロは黙っていた。そういう言葉には、答えようがなかったのである。勘兵衛はなお、 何か言いたげだったが、ひょいと片手を振って、そのまま向こうへ立ち去ってしまった。なぜ、あんなことを言うのだろう。シンクロは元の位置へ戻りながら、そうつぶやいた。つい先日は武将の小谷弥兵から、自分の下へ来ないかと言われたし、今また副将の相良勘兵衛から、 そういう特別な言葉をかけられる。自分では決してそんな勤めぶりはしていないつもりだった。抜きんでて上役の目につくような勤めは偽りである。そう信じて日常を慎んできたのに、二人から同じような悲喜を受けるのは心外だった。やはり俺のどこかに純粋でないものがあるのかもしれない。 これはよくよく注意しないといけないぞ。そう反省しながら、うとう彼はびっくりしたように切り通しの方へ振り返った。相良殿が、切り通しを降りていく。シンクロは思わず銃を取り直した。6 勘兵衛は切通しを降りていった。シンクロは己を反省しながら、その耳や無意識のうちに勘兵衛の足音を追っていたのだ。夜中に湿った道をわらじで行くのだから、聞こえるほどの足音はないはずだった。シンクロがそれを聞き止めたのは勘である。そしてその勘が、 確かだと見るなり、彼は半ば反射的に銃を取り直して、大地の斜面を滑り降りた。下は段畑になっていた。彼は星明かりを頼りに、物音を忍ばせながら、下へ下へと降りていった。売り畑があった。番小屋のような小さな建物があり、一段下がったところに、 水車が回っていた落ちてゆく水はそのままたえ引くのであろう石でたたんだ席へとまっすぐに走っている席について下りかなりな高さの包みを飛び降りると桑畑だったそこからはすぐ左側に切通しから曲がってくる坂道が見えるシンクロは 桑畑の中にかがんで息を潜めながらじっと坂道を見守った。何のために寒令の跡をつけるか。彼は改めて自分に確かめる用はなかった。たとえ相手が誰であろうともこんな時刻に宿所を離れるのは不審である。それだけで彼は自分の取るべき態度を決めた。 そのことの結果がどうなるかは問題ではない。全大使のために内通者を突き止める。ただ、それだけでよいのだ。その他のことは始まん。どうあろうとも、神のし示すままである。ひたひたと、湿った土を踏む足音が近づいてきた。 坂道の片側に奈良の並木が続いている。時々、岩道上鎮の光がちらちらと木の間に動いた。足音はシンクロの正面を通って右へ行く。並木の出外れた道はすぐにみっしり枝葉を差し交わした矢部の中へ入る。足音が その藪の中へ消えてゆくのを待って、シンクロは桑畑からそっと抜け出した。そして、道へ上がって藪の入り口まで行ったが、すぐに後ろへさっと身を引いた。闇の中のついそこで、人の気配が感じられたのだ。彼は道の脇へ潜んでじっと耳を澄ました。 行き詰まるような瞬間だった。暗がりで人の姿は全く見えないが一言二言何やらささき合うのがかすかに聞こえたそしてすぐに足音の一つは向こうへ去り一つはこちらへ戻ってくるシンクロは身をかがめてそれをやり過ごした戻ってきたのは紛れもなく 相良兵衛だった。彼はシンクロのすぐ目の前を通って坂の方へと大股に登っていったシンクロはそこへ銃を置き足音を忍ばせて後ろから静かに追いついたお待ちください突然後ろから呼びかけられて官兵衛はあっと叫びながら振り返った シンクローは、その驚愕の真っ向を叩くように、ずかずかと歩み寄りながら言った。ミセ・シンクローです。今の始終を見ていました。何すっかり見ていたんです。ご弁明がありますかそれは、念のための確かめだった。しかし、 その言葉が終わらぬうち、官兵衛はいきなり、ガン上ウを投げつけ、鋭く叫びながら、抜き打ちを浴びせかけた。もちろん、起したことである。というよりも、むしろ、それは、事実が確かめられた証拠だった。間違いない。という確信は、そのまま、切る。という決意につながった。 勘兵衛の抜き打ちをかわしもせずシンクロは踏み込んで力いっぱい大剣を打ち下ろしたものを吐くようなまみき声と強い手応えがあり勘兵衛は道の上へだっとのめったシンクロはさらにその首の根へ一頭入れて後ろへ飛び刺さった勘兵衛は起き上がろうとして 二度ばかり頭を上げたが、まもなく大きくため息のような呼吸をして、動かなくなった。シンクロは、それでもなおしばらく様子を見ていたが、やがて大剣を押し拭って鞘へ納め、元のところへ戻って銃を取ってきた。それから、 死体を引き起こして、懐を探った。あんまり話し声が聞こえなかったところを見ると、密書でも鳥り交わしたに違いない。そう思ったのである。懐には何もなかった。火打ち袋を開けてみた。腹巻きもほどいてみた。そしてようやく、武者八巻の下から小さく折りたたんだ。 紙切れを見つけ出した。静かに広げてみると、ごく、薄く、すいた紙に何か書いてある。シンクロは、銃の火縄を取り、その火を押し当てるようにして、書いてあるものを改めた。それは、大竹山から天王山までの道継ぎを書き、宿営地と思えるところに、死を入れた図面だった。 しかもその余白に注して相馬利種の武将近藤修善が兵五百機を持って常盤口に伏せているということが記してある常盤口といえばここから三里ほど先の谷合いでもちろん明日の道継に当たっている危ないところだったとシンクロは 肌寒くなる気持ちでつぶやいた紙片を懐へ入れて立ち上がった彼はすぐに官兵衛の死体を担ぎ上げ右側の総輪へ分け入って百歩ばかり奥の笹舟の中へ隠して戻った道の上に飛び散った血潮の跡を踏み消し落ちている死者の持ち物を桑畑の中へ投げ込み すっかり宿を片付けると、初めて銃を取って、坂道を己の持ち場へとかけのぼっていった。滑りやすい坂を上り詰めて、松林の方へ曲がろうとした時である。いきなり闇の中から、待て、何者だと叫んで、ガン上鎮を真っ向へ差しつけられた。突然でもあったし、 息もつかずに駆け上がってきたので、彼にはすぐ返答ができなかった。スイカしたのは、小谷ニ平だった。後ろには、吉岡コロクがいた。お前は、ミセシンクロだな。弥平は、歩み寄りながら言った。どこへ行っていたお前は、 立場ではなかったのか立場でございました。立場にはおきてがある。知っているかはい。シンクロは姿勢を直していった。許しなくして、持ち場を離れたる者は、死災を問わず、資材たるべきこと。弥平は、聞き終わるなり、くるりと首つを返し、後ろにいた吉岡古六に向かって、 はっきりと言った。店ンクロは起きに背いた。対等を取って、宿所へ引け。7戸田玄七が話を聞いたのは、参考を過ぎてからだった。彼はすぐ宿所へ駆けつけた。吉岡五六は、安闘のそばで、 何か書き記しているところだったが、原質を見ると、黙って自分の前にある席を指し示した。一体どうしたのですかという原質の質問に対して、それはむしろ俺の方で知りたいことだと、五ロは答えた。がし頭と一緒に見回りに行ったら彼がいない。ようでも足しに行ったかと声をかけたが、 返事がないのだ。あれに限って、おきてに背くようなことはないはずだ。おし頭もそう言われた。すると、四と時も待ったろうか。やがて彼が、切通しを駆け上って帰ってきたのだ。何か、申しませんでしたか出て行った理由は、言わなかったのですかここへ連れてきてから、 おはし頭と俺で繰り返し尋問した。けれども、がんとして理由を言わない。おきてに背きました。ご法通りに願います。その一点張りだった。どうしようもないのだ。では、やはり、死罪でございますか明けの夏が、その刻限だ。古録はそう言いながら、 今まで書いていたものの上、目をやった。それはやがて、シンクロの死罪にあたって、読むべき申し渡し状だった。元禄はしばらく黙っていたが、やがて表を上げながら、お願いがございます。と言った。私と、店とは、 幼少からの友でございました。ことに、酔いのうち彼から聞きかけた話がございます。今性の別れに話の残りを聞きたいと存じますが、お許し願えませんでしょうか。古録はそっと、ふすまの彼方へ目をやった。そこにはおそらく、織田に野兵が寝ているのであろう。 古録はその寝息を伺っている様子だったが、やがて頷いていった。向こうの隠居所にいる。万氏には俺が許したと申せ。ありがとうございます。現室は、後ろから追われるように縮小を出ていった。その建物は庭外れにあった。後ろは、 古い歌子の木を隔てて崖に臨み、左右は油だけと小松の植え込みになっている。ささやかではあるが、いかにも旧家の隠居所という感じだった。原室は表に立っている二人の晩詞に許しを得たということを伝えて家の中へ入った。中は 八畳ほどの一まきりで、シンクロは今、水上にゆい直したばかりの頭をなれていた。すすけた暗闘の光が、ゆらゆらと揺れながら、片方の壁に大きく彼の影を映していた。さっきの話が中途だった。原室は、そう言いながら上がった。 それで、番頭にお許しを得てきた。話の残りを聞かしてくれ。話の残りああ、ただ心臓のことか。シンクローは、ニット微笑した。そうだった。あれが途中で、切れたままだったな。原始は、むずと座りながら、シンクローの目を見守った。 シンクロは、チラと戸口を見た。二人の万死は、どうやら岩の彼方へ去ったようである。おそらくは、旧友の別れの邪魔をしたくない、というつもりであろう。シンクロは、こちらへ、と、現室を目で招きながら、懐から宣告の紙幣を取り出した。これは、 ミッションだな。原始地は、開いて見て、目を見合った。では、内通者を突き止めたのか突き止めた。それをよく見てくれ。こっから天皇山までの道筋と、宿営する場所が書いてある。塩を入れてあるのがそうだ。つまり、宿営地は敵が決めていた。我々は敵が決めた場所へ。 人止まりをしていたんだ。これでは夜明けは思うままだし、むしろ損害の少なかったのが不思議なくらいだ。何者なんだその内通者は誰だそれは言えない。いずれはわかるだろうが、俺の口からは言えない。だが、心配しなくてもいい。そいつは俺が切った。そい 彼は自分の右手をじっと見た。現実はいろいろな感情が突き上げてきて、しばらくは何も言えなかった。今、目の前にいる友は、まもなく死罪になるのだ。同じ故郷に生まれ、同じ風雪の中で育ってきた。幾度共に先人を浴びたことだろう。 いくたび一緒に生死の境をくぐったことだろう。その友が今、首の座に治ろうとしている。しかもその罪は、罪と呼ぶことのできるものだ。むしろ、全大使の生命を危険から救った巧妙でさえある。これをむざむざ死罪にしていいだろうか。俺は、 そう思うのだが、現室は目を伏せたまま言い出した。事情をすっかり話すべきだと思うのだが、どうだろう起きは確かに起きてだ。けれども、今度の場合は違う。大通車を見いだして切ったということは、全大使の安全を守ったので、突き詰めて言えば立場をする。 根元を立ったのだ。ここで死罪になる方はない俺は不承知だしかしそれでどうなる事情を話したらどうなるんだ少なくとも死罪にはならぬはずだそうかもしれないだが死罪を免れたとしてさてどうなるんだ シンクロはじっと友の顔を見た。それから静かに被かりを振って続けた。死ぬことなど問題ではない。肝心なのはどう生きるかだ。俺は生きた。こうと信ずることをしとげたんだ。死災を問わず死罪だという軍の起きを曲げてまで命を助かろうとは思わないよ。 静かな声だったが、動かしがたい決意がこもっていた。まさしく、彼にはもう、いささかの未練もなかった。起に背いて、在死するという不名誉も、他人から見てのことで、自分が何をしたかは、自分が一番よく知っている。真実さえ確かなら、死の名目などは、末の末だ。 俺は生きた。そういう確信を持って死ねるだけでも、もののふと生まれた甲斐があった。というべきである。その宙を、忘れてはいけないぞ。シンクロは再び、指をミッショの上へ置いた。この時輪口には、相馬軍の副兵がいる。こっから先の陣止まりは、 この図面に印してある場所を避けるんだ。分かったな。それから、これは預けておくから、俺の始末が済んだら、お旗頭に差し出してくれ。その前ではいけない。固く約束したぞ。原室は答えなかった。渡された紙片を懐へ納めながら、たまりかねたように、 クックと結び上げた。シンクロはちょっと目を閉じ遠くの物音を聞きすましてもするようにしばらく息を潜めていたが間もなく食いつぶやくような声で話し出したその名を解いてやれという信長公の命を聞いて敬語の死がそばへ歩み寄り ただ心臓の今しめを解き放した。その時だった。心臓はガバと羽を切ると、傍らにありあう槍を取り、ずぶずぶと四五人。周りにいたお田家の死を目にも止まらず突き伏せた。すさまじい早業だった。お田家の人々は、あっと言って瞬時そこへ立ちつくんだ。それから初めて抜き合わせ、 四方から取り詰めて、ようやく心臓を打ち止めたという。そこまで言いかけたとき、シンクロの閉じたまぶたを塗って、ふっと涙が溢れ出た。老人から聞いた話はそれだけだ。俺はこの話を思い出すたびに泣ける。これをよく味わってくれ、厳七。 ただ当たり前に聞き流してはいけない。ここにモノノフの聖水があるんだ。己の名も命もない。どんな窮地に立っても最後まで戦い抜く。この心をよく味わってくれ。それに比べれば、俺の死などは恵まれているよ。 夏の夜は明けるに早くいつか障子がほのかにしらみ出していたシンクロはそっと涙を拭い手を伸ばしてあんどんの火を消したそれから静かに立ち上がって障子を開けたすぐ前にある菓子の木もおぼろに崖のかなたは一面の濃霧だった それで開けた障子の間から煙のようにその霧が巻き込んできた「来てみろ源七お前の好きな素晴らしい霧だぞ」「八不思議な人よだった」太子の中でも 聖兵と見られた若者が、起きてに背いて死罪が行われたし、副将の一人、相良勘兵衛が行方知れずになった。どこへ行ったかもわからないし、夜が明けても戻ってこなかった。手分けをして、付近を探したけれども、まるで消えてしまったように漱石がない。 先を急ぐ小谷隊は、それ以上、そこに留まってはいられないので、時刻よりは少し遅れたが、北へ向かって進発した。渋隊を先頭に、槍組、抜刀隊と続き、その後から足軽たちが二打を引いて、土ぼこりを上げながら、遠ざかっていった。その小さな部落は、 かくてまた元のようにひっそりとなり高原の乾いた道の上には時折吹きすぎる微風がくるくるとほこりの渦を巻き上げていた小谷いが去ってから一刻ほどたってその乾いた道を一人の娘がそのらくへ入ってきた 背中に包みを結いつけて、傘も着物も、ほこりまみれになって、わらじの鬼でも食われたのであろう、右足を少し引きずるようにして、とぼとぼと歩いてきた。そうして、村ずれへさしかかると、そこに遊んでいた四五人の子どもたちに呼びかけた。お前さんたち ここをたくさんのお侍が通ったのをお見れなかったかい通ったんじゃないよ。子供たちの一人が不平そうに答えた。お侍さんたちはここで泊まったんだよ。俺の家なんか一番偉い人が泊まったんだぜ。なあ。そうだ。二人もだな、いや娘はそうと言って微笑した。それで、その方たちは もうご出発なすったのおう、行っちまったよ。行くとき、家へ泊まった偉い人が、オラに銭をくれたっけでも、おじいさんが、銭を持ってちゃいけないって、取り上げられちゃった。それで、うん、もう行っちまったよ。いいやん。その、弟と見える、幼い子が言った。う泊まった偉い人は、 お寺様へも銭をくれて行ったじゃないか。兄やんにくれたよりもどっさりさ。お前知らないんだ。あれはくれたんじゃないんだよ。くれたんじゃねえ。そばにいた別の子がしたったるい調子で説明した。お寺さんへはくれたんじゃねえよ。あれは死んだお侍の墓の、お墓の。まあみんな。そうだ、お墓のあれだよ。 おはかの、おとらいの銭だよ、ともがそう言ってたから。何気なく聞いていた娘は、そこで、はっとしたようだった。死んだお侍とは、どうしたのか、病気で亡くなったのか、そう咳込んで尋ねた。子供たちは、よく知らないと見えて、娘の咳込んだ問いには、誰もはっきりとは、 答えられなかった。どうしてだか知らないよ。朝早く大勢のお侍が集まってた。そしてその後で見たら墓ができてたんだ。誰も知りやしない。そしてみんないっちまったんだよ。その墓はそこに見えてるよ。そう言って一人の女の子が道の左側を指さした。 そこは、桑畑に挟まれて、かなり広く、夏草の生い茂った腹になっている。道から五十歩ばかり入った腹の中に、ひとところ土が掘り返されて、新墓と思えるものができていた。娘はそれを見ると、では、ちょっと拝んでいきましょうね。 と言って腹の中へ入っていった二尺余り盛り上げた土の上に表へただ名号だけ書いて仏の主の名のない小さな墓標が立っている娘はあたりに咲いている夏草の花を倒ってその墓に備え 静かにひざまずいて合掌した。あの方ではないでしょうけれど、あの方とご一緒にいらした方ですのね。どうぞご上物遊ばしますように。かなり長い間口のうちで書名念仏していたが、やがて娘は立ち上がって膝をはだき。 そっむくれをしてみちへでた。子どもたちはきょうをうしなったものか、もうむこうのほうでとんぼをおうのにむちゅうである。むすめはせおったつつみのむすみめをなおしいかにもいたそうにみ足あしをひきながらふたたびとぼとぼときたへむかってあるきだした。おだにたいのあとをおって。 その頼りなげな足取りをせき立てるように、時折道から埃りを巻き立てる風が草原の中にある墓を吹き払っていた。娘の備えたのは夏草の名もなき花である。それがなんといつかわしかったことだろうか。墓の主もついに 己の名は立てなかったのだから。一年と立たぬうちに墓標は倒れるであろう。盛り上げた土はすぐ崩れるに違いない。しばらくすれば元のように夏草が生い茂ってそこに墓のあったことさえ忘れられてしまう。だがそうして すべてがなくなっても、そこに死んだ店シンクロの魂だけはなくなりはしないのだ。シンクロには限らない、どれほど多くのモノノフが夏草の下に埋もれたことだろう。その人々は名も残らず、伝記も伝わらない。かつてあった形は 跡形もなく消えてしまう。だがその魂は消えはしない我らの血の中に生きている我らの血の続く限り生きているのだ夏の日はようやく大竹山の木々の上に高くなった。